ですね、皆様にちょっと謝らないことっていうか、なんて言えばいいかちょっと分かんないんですけど、とりあえず皆さんにすいませんってことがあって、いやごめんなさい。その今大阪にちょっといて、そのチャンネル登録300-800人突破しないと、その大阪抜けれないっていうのが旅のルールだったんですけど、ちょっとさっき家族とか親戚とかから電話あって、でそのまあ電話したら、僕のばあちゃんが今日その風呂場でちょっと溺れて亡くなったっていうことが起こって、で結構そのまあ東京から始まって、そのいろんな方に応援していただいて、でその達成っていうところ、この旅の達成ってところを結構応援してくれる方がいて、まあちょっとそのまあ自分の中でもこううまく言い表せないんですけど、この旅っていうところをもう 100% 成功させたいっていうところはあったんですけど、ちょっとまあ僕ずっと片親で、その親が仕事行ってて、ずっとババ子で育ってきてて、まあ急遽そのねですね、そのなんかばあちゃんが亡くなった時で、ちょっとこの旅っていうのを断念して、一旦断念というかちょっと中断して、ちょっとおばあちゃんの方のお通夜とか葬式に行きたいなと思います。まあそれちょっと、ね、そうこれがね、ちょっと 100% 完結っていう、まあこれうまく言えないんですけど、まあちょっといろいろ落ち着いたらまたここの大阪のチーム戻ってきて、絶対この旅、1000人達成旅っていうところは達成したいと思うんで、ちょっとまあ本当にね、まあそのばあちゃんのところも大好きだし、あったりとか、結構そのチャンネル登録していただいた方も、もう直接お会いして登録していただいた方たちで、その応援とかその期待をちょっと裏切っちゃう形にはなってしまうのかもしれないんですけど、ちょっとなんかそこら辺はなんか僕の中でももうこうよくわかんないんですけど、ただね、なんか何も言わずに、そのリアルこの旅っていうのは本当にガチでやってるから、リアルに伝えたいっていうのもあって、まあその不謹慎だと思われるかもしれないんですけど、ちょっとそこのところはね、そのまあ本当に俺もさっき急遽だったんでちょっとうまく伝えれないんですけど、まあとりあえずちょっと福岡戻って、ばあちゃんの件が落ち着いたらまた大阪戻ってきて、でその旅の再開をさせていただきたい。まあちょっとこういったご報告になって申し訳ないんですけど、多分旅の動画が上がる前にこの動画が上がる形になるかもしれないんですけど、まあ現在ちょっと多分700名ぐらいの方に登録していただいてて、ちょっとその方に先にお伝えしたいなっていうところはあったので、ちょっとこの動画を撮った形になります。でちょうどね、相方の方も来ていただいて、さあこれからっていうところとか旅のリアルとか伝えるところのこれからのタイミングだったんですけど、うん、いやもうこっちは本当に気にせずに、うん、まあなんかね、本当にもしもこうだったらとか、もしも早めに着いてたらとか、いろいろカットがあったのとかもするんですけど、まあちょっと本当にすいません、なんかここでちょっと一旦あれですけど、ただまあ絶対これの旅はやりきりたいと思いますんで、まあちょっとそこの向こうの状況とかは、まあなるべくインスタとかツイッターとかでも配信して、でまた再開したら配信していきたいと思うので、ちょっと引き続きモンキーパニックのヨッシーを応援していただければなと思います。うまく喋れないし、なんか俺もこう本当にそれこそリアルにパニック状態になってるから、ちょっとうまくお伝えできるかわかんないんですけど、ちょっとそんな感じですね。なのでちょっと今日何日だ、3月13日、
一旦ちょっと福岡に、まあ、こんな形で戻るのは申し訳ないんですけど、応援してくださった方とかにはちょっと一旦福岡に戻りたいと思います。まあ、これもなんかすごいタイミングだよね、うん、ちょっと相方が来たタイミングで、いやいや、もうそこはもう全然心配しなくて、全く心配しなくて、本当にでも相方がいなかったら本当にひっちゃいけどからないかもしれないから、うん、そこはいろんなタイミングとか、まあ僕は本当にこの旅はガチでやってて、もうリアルにお届けしたくて、もう表の姿とか裏の姿とか、表の姿っていうか、まあ頑張ってる姿も見せたいですし、まあちょっと弱い部分もやっぱり僕の中にはあるんで、弱い部分の姿も見せたいとか、ちょっと本当にリアルな部分を見せていきたいと思うんで、ちょっとこれ、まあどう捉えられるかは分かんないんですけど、うん、ちょっとそれは本当に全部リアルでやってるんで、それをお伝えしたいな、うん、というところで、ちょっとこの撮影を、うん、した形です、うん、本当に皆さんすいません、マジででも絶対やりきります、それは最後まで言い訳にしたくないですし、これをじゃあちょっとそんな感じで、まあ、急遽ちょっとさっき聞いて夜行バス乗って、ね、また大阪から福岡に行く形なので、ちょっと夜行バスの方に向かいますか。なんか伝えた方がいいことあるのかな。まあ、ちょっとこんな形のその報告になったんですけど、まあ、僕は絶対この旅は達成するっていうのはもう心に決めてて、で必ず戻ってきてこの旅は 100% 達成したいと思いますんで、引き続きこんな僕を応援よろしくお願いします。